こんにちは、山田孝明です。今回は縦売りの仕入れ営業マンの苦悩ベスト5やっていきます。早速ですが第5位、ガラが出てきた。ガラとは地中埋設物のことで、建物を解体した際に地中に埋まっているゴミのことです。その解体する前の、もう一個前の建物を解体した時にちゃんと正しく処分しないで、そのまま地中に埋めてしまうことが昔は多かったみたいで、そのようなことにより地中埋設物が出てきます。ちゃんと処分しないで地中に埋めちゃうとか相当ヤバい気もするんですけども、昔は何でもありですね。地中埋設物っていうのはいろいろあって、前の家のコンクリート殻、いわゆるゴミだったり、前の家を地盤補強した交換杭、そして井戸、浄化槽なども含まれます。いろいろありますね。土管が出てきたみたいな話も聞いたことがあります。なぜこのガラ、地中埋設物が出てくると建売りの仕入れ営業マンが悩んでしまうかというと、この処分の費用が追加になってしまうからです。契約によってケースバイケースなんですけども、土地の契約不適合、面積で建売り業者は購入することがたまにあるんですけども、たまにっていうか結構あるのかな。そうすると地中から出てきたゴミやガラなどは買い主の建売り業者が責任を持って処分するということになります。それに伴う費用が発生しますね。掘削する費用、処分をする費用、それに伴う人件費もあります。掘っても掘っても出てくる時もあるんで、この時は早く終わんねえかなっていう気持ちですよね。僕はね、縦売りの仕入れ営業になってそんな年数は経ってないんで、ガラが出てきたことはもちろんあるんですけども、そこまでひどいのは経験してないんですが、業界の先輩の話を聞くと、古屋を解体したら地中からもう一個家が出てきたみたいな話も聞いたことがあります。まあ、そんなこんなでね、地中埋設物は悩みの一つではあります。そして第4位、地盤がズブズブ。建てるよう建築する前にその土地の地盤調査というのに必ず入ります。地盤調査とはその地盤がね、どれだけの重さ、重みに耐えられるか調査でありまして、こうドリルというかスクリューみたいのでこうグリ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 掘っていくような感じですよね。グリグリ掘っていく中で硬い支持層がどこにあるのかっていうのを確認していきます。地盤が強いところはね、全然掘れないでもうベタ基礎っていうのもあるんですけども、3メートル、5メートル、8メートルとどんどん掘れてしまう時もあります。僕的にはね、7メートル超えたらズブズブって感じですかね。これによってね、地盤補強なし、地盤改良なしでベタ基礎で建築できる場合もありますし、ベタ基礎っていうのはね、地盤改良はしないんで地盤改良費は発生しません。結構ズブズブまでいっちゃうと地盤改良っていうのが必要になりまして、表層改良だったり通常改良だったり、そして交換杭などいろいろ地盤の補強の仕方はあるんですけども、数十万で割れる時もあれば、建売り1棟で100万200万近くいってしまう時もあります。これはプラスで費用がかなりかかってしまうと、ズブズブ具合によるんですけども、かなりテンションは下がりますよね。ケースバイケースなんですけども、川が近かったり昔に水路があったりすると地盤が弱いケースが多いです。このエリアはね、地盤改良が必要になるケースが多いとか、このエリアなさそうだっていうのはあるんですけども、実際はね、図面を持って調査をしてみないとわからないっていう一言につきますので、地盤調査入った次の日、その次の次の日ぐらいはヒヤヒヤでいつも調査結果を待っています。そして第3位、近隣のクレームです。古屋を解体したり建物を建築したりすると、どうしても騒音だったり車の出入りが多いので、近隣の方からお叱りをいただくケースも多いです。まあ、これはね、大きい工事車両が頻繁に車出入りしたりね、職人さんも作業してもらったりとか、あとはね、どうしても音が出てしまうので近隣の方にね、ご迷惑かけてしまうことは重々承知しているんですけども、近隣の方によってはね、いや、お互い様だからと言ってくれる方もいれば、おい、ちょっと待てと、お前工事すんなと、車ここまで入れんじゃねえみたいな方もいらっしゃって、これはケースバイケースなんですけども、近隣の方からのクレームっていうのは不動産建売り仕入れ営業マンの悩みの一つではあります。クレーム対応してると精神も削られますし、正直自分自身の時間も結構な時間持ってかれてしまう、他の仕事が手につかなくなるぐらい一日拘束されてしまうっていうこともあったりして、結構悩みますよね。さらに工事がストップしてしまったりするとかなりヤバいです。結構手動だとね、おい、手動でそんな車入るなんて聞いてねえぞみたいなこともあって、出直せみたいなこともあるんで、しっかり皆さんに周知してご理解いただくことが必要なんですけども、一つ思うのが、一般の方が立て直しでするケースと、不動産屋がそれを分譲して企画して立て直しするケースだと、不動産屋の方が業者なんで言われるケースが多いですよね。一般の方の場合は言わねえのかよって気持ちもあるんですけども、これはしょうがないのかなと思います。実際ね、ご迷惑をおかけしてますんでね。そしてこれは体験談なんですけども、普通は両隣とか近くの方からクレームを言われることっていうのはあるんですけども、50メートル以上ね離れた方クレームいただいたことがあって、お宅の建築が始まってからうちにネズミが大量に出るようになったと、原因究明するまで工事するなと言われたり、
うちのネズミの除去をしろって言われたりですね、毎日のように現場にねお越しになって大工さんにすごい言って大工さんの手が止まっちゃったりとかもしてたんで、それは結構大変でしたね。あんまり関係ないんじゃないかなと思いますけどもね。正直このようなこともありました。そして第2位、仕入れられない。今までの3位4位5位っていうのは仕入れた後の苦悩ですよね。しかし仕入れられないとその苦悩も始まりません。スタートラインにも立てないみたいな感じですよね。で、仕入れしてる会社っていうのはたくさんありまして、すごい営業マンもいっぱいいるんですけども、仕入れられる物件っていうのはそんなに多くないっていうのが事実です。そしてね、これね、本当にすごい会社、すごい営業マンっていうのが買い占めちゃってるんで、自分みたいなねペーペーみたいなところってなかなか買えないことが多いんですよ。で、聞いた話なんですけども、1年間やって仕入れゼロ、建て売りですよ。マンションデベとかだったら普通だと思うんですけども、建て売りで1年間やって仕入れゼロで辞めていく方っていうのも多く耳にします。僕もギリギリなので頑張ります。ぜひね、東京23区でね、建て売り1棟現場2棟現場の仕入れ情報があったらぜひメールください。 G メールですけど、よろしくお願いします。そして第1位、仕入れ物件が完成して売れない。これは地獄です。値下げしても売れない、原価に下げても売れない、マイナスにしても売れない。最近のね、建て売り氷河期2024ではよく聞く話ですよね。僕もこれはかなり胃が痛くなってます。仕入れはね、エンドさんの価格より安く買って建て売りを建築させて販売利益を乗せてね、販売させていただいてるんですけども、もちろん利益が出る物件もあれば、最近みたいな下げ相場だとマイナスな現場も多いんじゃないでしょうか。実は僕もありました。2020年、2021、2022ぐらいのコロナ禍というか、この上げ相場だった時は正直そういうことも少なかったと思うんですよね。ぶっちゃけ少し高く買ってしまっても高く売り切れてましたし、建築費も今より全然安いですよね。この 3,4 年でかなり上がったと実感してるんですけども、正直そこは建て売りのボーナスタイムだったんじゃないかなと思ってます。建て売りだけじゃないと思いますが、僕はね、仕入れになったのが2022年ですので、この上げ相場っていうのは正直ちょっと終わりかけに仕入れになったような感じですね。今はね、一転してちょっと縦売りの氷河期時代が来てしまったかなっていう感じがあるんですけども、これからはちょっとどうなるかわかんないですけどね。ぶっちゃけその最近の3年ぐらいの上げ相場、出せば売れるっていう時期から難易度が10から20ぐらい上がっちゃった、一気に上がっちゃった感じしますよね。でもね、やめるわけにはいかないんでね、やっていくしかないですよね。まだ都内はいいですよね。あのツイッター、旧ツイッター X での僕のね、フォローしてる仕入れの方がいるんですけども、その方も言ってたのが、郊外っていうのは駐車場とか更地、田んぼっていうのを建て売りにしてるんで、正直在庫が余ってしまう、供給過多になってしまうというのがあるんですけども、まあ、都内23区ですと、もともとあった古屋を解体して縦売りにするケースが多いですよね。なんでまだまだやっていけるんじゃないかっていう話もありまして、確かにそうだなっていうのは思いました。これはすいません、地方の方をディスってるわけではないんですけども、より地方の方は大変になってくることもありますし、まあ、都内も大変ですけどね、地域によってそういうのはあるんだなと思います。今回はね、縦売りの仕入れ営業マンの悩みベスト5っていうことで話しましたが、正直ね、これは仕事をしてればどんな悩みも出てきますし、やっていくしかないことなので、正直このような悩みをね、糧にして頑張っていきたいなと思います。もしあなたの悩みがあればコメント欄とかで教えてください。ありがとうございます。今回もありがとうございました。